ロングですね。オンラインサイン会ありがとうございます。ありがとうございます。ゆかりん2枠もありがとうございます。ひょうさん、セルフィードさん、みんなありがとうございます。ポニーヤン、そう今日笹原さんからリプが来て嬉しかった嬉しかったからすぐ行動しちゃいましたよ。なんで当選してない程度、なんでなんでなんでオンラインサイン会チェリーちゃんありがとう。ここにいてリサがコラボしたいってよ。今全然いいよ。アナとコラボしてくれるの、リサ子。すぐ宣伝してたおかげでタオル注文しましたって。最近コラボ好きになったって。マスさんありがとうございます。そう、うちわとかいろいろ、うちわとタオルとか T シャツとか、あとはなんかいろいろ入った席とかいろいろあります。販売部長に昇格今日ナタもショールームやってたね。よかったよかった。ひろとさん初見ありがとうございます。え、そう新衣装めっちゃ楽しみ楽しみ。んてかりさこなんて、まおちゃんありがとう。みかんゼリーちゃん DVD 当たったって。カイトくん嬉しい、そうやって言ってくれて。私もみんなからのコメントが活力をもらっています。ちょっと待って、DVD サイン会、上杉さんありがとうございます。コンさんこんばんは、こんばんは。今日はメガネなしですコロナでコラボに出会った。でもそういう方もね、その自粛期間中にとかですごく、それも嬉しいです。めちゃめちゃコロナがね終わってまた会いに来れるようになったら会いに来てほしいな。握手会とかもできるようになったら。リサとワンちゃん今日はコラボするかも。今 LINE してて、リサと今 LINE してる。そう、聞いてください。昨日私ショールーム終わった瞬間にもう本当にもうちょっともうコローンってなってしまってもう実況で、でも自分で聞いてたんですけど、しかもあれは見たんですよ。でもその後見て、終わった後見たんですけど、皆さんのハッシュタグマヨラボやらかしてるのとかも見たし、もちろんはい、やらかしてるのも見たし、だからちょっと実況してなかったんですけど、実況はできなかったけど、ちょっと聞いててやらかしたなって思いながら、いや寝落ちは結局はしなかった。ちゃんとお風呂入ってメイク落としたんだけど、一旦もうなんか一回寝ましたよね。一回寝てはないけど一回ぼーっとしてたね。でも今日ねすごいねあれでした。今日は結構お手やゆっくりしてる時間が多くて、そう確かにいなかったってリエクさんごめんなさい。はるなちゃん、はるなちゃん、うん、ルーちゃん久々嬉しい。ちょっと待って、リサ子から LINE 来た。あ、スタンプだったスタンプだった。そうね、昨日ちょっと朝から夜までいろんなことしてたから疲れちゃって疲れちゃってバタン。
今日は自炊しましたね。なんか健康なものを食べようって思って、ほうれん草のあのとベーコンをなんか炒めて、なんかバターとかオリーブオイルとかでやった。そう、なんかほうれん草を自分で調理したことなかったんですけど、なんかやっぱ健康的なものを食べた方が本当にいいなってすごく思って、そうで今日スーパーに行ったんですけど、めっちゃ健康なものをたくさん買って、そう、何買ったかな、あれが美味しかったから、なんだっけ、なんかカロリーオフ麺のトマトのソースみたいなやつ、一食60何キロカロリーかみたいなやつがあって、それがすごい美味しかったから、それを2つ買ってなんで公開してるんやろうね。豆腐とキムチとベーコンとほうれん草といろいろ買いました。そういうもの買いました。で、そう、今日はちょっと健康なものを食べました。ちょっとね、青汁私飲めないんですよね。なんかわかんない、その前 YouTube の罰ゲームみたいなので青汁飲んで、私青汁が本当に無理で、センブリ茶より青汁の方が無理だったんですよ。なので、うん、なんか本当に無理で、でもあれが本当に苦い、そういうバラエティ用っていうか、それに作られてただけなのかわかんないんですけど、でもとりあえず無理で。そうだからね、ちょっと無理です。近い一大好きだって真央ちゃん、とろけちゃう、チーズのようにとろけちゃう。ありがとう、嬉しい。分かんない、あれはバラエティ用のお汁だったのかな、分かんないけど、とりあえず苦すぎて、あと自分の本当に口に合わなくて無理でした。市販のは飲みやすいの多いんですかね、分かんないけど。かなでちゃん、ひらみさん、今日の髪型、今日は適当なポニーですよ。適当っていうか、美味しいのあるの、すべてさ。あ、ちゃんと書きましたよ、大事なので、これは大事なのでね。初めて星たくさん投げた、パザさんありがとう、イオリアバターだ、ありがとうございます。それ絶対当てるって、タバタン、タバタンさん、タバタンさん当ててください。頑張れカープ。今日東京の方ね、雨降って、なんか久々の雨じゃなかったですか、結構久々の雨って感じだった、久々の雨。ちえりちゃんプレミアムチケットありがとうございます、ありがとうございます。久々に雨だったね、なんかムシムシしてたね、だからね、ドバッと急に、なんか7月分っていうな、8月分っていうか8月分ぐらいの雨が一気になんか来ました、ここ1週間の来ましたって感じ。私も皆さんと同じ空気を吸いたいよ。吸いたいよ。秋山さんもありがとうございます。あー、いいな、シナモバルのお餅、なんか美味しいもん食べたいな。大阪は逆に晴れてるらしい、今日はポニーテールです。指紋くださいって、おい。指紋いつも握手会とかであげとるやろ。11月お話できるの楽しみです、タタさんありがとうございます。待っててください、待っててください。ポニテしか勝たん、ポ
にいてる揺らしながらそうだね、かなでちゃん、また私たちも県外に早く行きたいよ、地方に。るーちゃん嬉しい、うれピーマンパプリカだよ。ともありがとう、オンラインサイン会ありがとう。わあ、タワーですかこれ、マロンさんタワー、ありがとうございます。ありがくまハート、ここにハートがついてます、ね、かわいい。なんかさ、でももうちょっとあのね、私にね、目ももう見えてないの、星でとかで消えてて目も見えなくて、クマさんの。でも可愛いクマさんってことはわかるありがとうございます。ハローさん、マロンさん、マロンさんありがとうございます。女子大生クマ、リサからの LINE、 さっき LINE したよ、大丈夫だよ、全然ゆっくりでいいよって伝えといて。マロンさん、16日が女子大生の、そうなんだ、そうなんだ、ありがとうございます。トイプードル似てる、モカに似てるってよくメンバーに言われます。いつもめっちゃ言われる。なんで女子大生の日なんだろう、わかんない。今日女子大生っぽく見えますかベアンくん元気ですよ、ベアンくん。八丁ミリさん、ポンポンいらっしゃい、いらっしゃい。かわいいやろ、つぶらな瞳が。もうちょっとこっちに、ヒャオウヤオアオウ、オッケー、つぶらな瞳さんが。ちゃんかほちゃん誕生日なんですか今日？誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデー、ちゃんかほちゃん、ちゃんかほちゃん。ベアンガラッカ、ハッピーバースデーベアンガラッカおめでとうございます。あ、見えないベアン、ハッピーバースデー、おめでとうございますなんで落下したんだ、なんでだ。はい、ご自分のお席へお戻り願うベアン、ベアンくんの目にも照明の輪が綺麗なセンター開けね、ミシン目がございます。そうなんだ、ホワイトボードが揺れたから、間違いない、ホワイトボードは揺れるんです揺れるんです。1089日、イエイ。あのね、自分たちのねこのね日より先にねショールームが3周年迎えちゃうんだよね
ショールームが先に3周年になっちゃう、迎えちゃう。ああカープでダメだったわ。ほんまやほんまや。ルーちゃんポニーテールが一番好きだから嬉しい、可愛すぎって言ってくれてありがとう。ありがとう。クラゲさん、うわ嬉しい。リサじゃなかった。ピースしがち、今もたんのあるあるショールームでピースしがち。3周年はちょっとスケジュールの都合で家でショールームが多分できるのが結構夜遅いから、うん、普通におめでとうっていう配信するだけ。特に何もしない。ツインテールが好きなの？おはしちゃんは、おはしちゃんは、うん、何が好きそうかな。おはしちゃんはあれが好きやろ、編み込みハーフアップ。誰かさんの最近の、誰かさん最近そればっかり、その髪型大好きだからな。ちゃんかおちゃん、くまちゃんありがとう、ベアンありがとう。違うのよ、もうねネタがないのよ。ネタがないのよね、もうね何しようっていう。心の声、何しようかなっていう、本当にもういっぱいいろんなことやってきたから、もう何しようかなっていう。え、もうねお肉を焼くことはやめたよ、だってもう換気が大変だもの。そうネタが尽きてるのよ、そうネタ尽きてる、もう本当にいろんな企画やりすぎて。いやネタは尽きるもんじゃないのは分かってるんだけどさ、だからまあイエーイって感じよね。仕事頑張ってるちゃん、ファイト。のいみーちゃんと電話。タラタラーン、シャンパンで乾杯。ここにお酒持って出たらいけんのじゃない？しかも私がお酒飲めないから。しはらさんとコラボ企画、それはねそれはね、私がそんなことしてきたら快挙ですね。イカラブの衣装で一番暑い衣装と涼しい衣装、一番暑い衣装は、なんだろうね、一番暑い衣装なんだろう、パーカーとかかな、パーカー衣装とか、白のコートの衣装とかかな。涼しい衣装はなんだろう、涼しい衣装は、何が一番涼しいんだろう、制服かな、でもザ衣装ですみたいなやつだと、でもめっちゃ迷う、生地にも生地によるからな。水平さんよりでもパーカーかな、多分こもるからな、どうだろう、もうわかんない。そうファーストの衣装かなって、涼しいのは。なんか黒セーラーとかもまあもごもごっていうか結構してるから、
意外に紫のその2周年で着てたプリンセスの最近インスタにも載せたやつとかも結構ねピタッとしててねあれなんですよね。しかもあリサがリサ2台持ちやんな。リサ分かったんかな。リサ最初にちょっとリサでも一回切るんやろ。どうやってコラボするの笑って二台持ちだっけ。いやリサから LINE 来たよ一旦配信リサやばそうリサ大丈夫かな。完全にメンバーにコラボを教える係になってるよね。あれはあれどうなんだっけ。どっちかがとりあえず配信を終了せんといけないね。どっちかが電話しよう。もしもし。多分どっちかが一回多分配信を終了してどっちかを招待するんよ。どっちがさ分かりやすいかな。リサがアンが招待した方が。あでも待って、リサがコラボ配信をオンにせんといけんのよ先に。それやってるってことは多分リサが一回配信を終了してそれでなんか先のなんか画面をなんかねオンにせんといけんとこがあって、それは一回配信を終了せんとできんのよ。はあうんそう一回切ってそう配信をオンにする、そう設定みたいなとこにある。それプラスなんかせんといけんけど一旦ない全然大丈夫よ簡単でけん。電話多分つなげたまんまでいいよ。アンが口で言う。はーい確かに意味わからんこと。じゃあ一旦じゃあ一回切る？また電話して切ったら。あいよーバイバーイもう私何がかりなんマジみんな伝えられるか心配よ。大丈夫かな大丈夫かなこのやり取りは3回目ぐらいかな。諸橋さんに教えんといけ忘れとった。面白いリサ。この流れデジャブなの講習会開くメンバーの
コラボ配信用の。今ランキング読んでる。オッケー。3人目かな、がコラボする。マニュアル作って、いや言っていい？あのね、あれだからね、 LINE 来てっから、マネージャーさんから。LINE 来てるから、私が愛しなくてもね、 LINE 来てるからね。私はそれを見てやったからね。そうよ、でもね、こうやってアンナとコラボしてするって言ってくれるから嬉しいよ、私は私は嬉しいよ。いや、みんなね、絶対見ればで、ね、できるやつよ、これ。そう難しくはないからね。配信終わった？ってなったら、リサから多分 LINE が返ってくる。電話が来る。全員とコラボしようね。うん、したい、それは。あ、でも前さ、イオリとキアラがやってたよね。まあでもあれはあれか。モンコレかなんかのやつでやってた。多分リサからもうちょっとしたら連絡が来る。 LINE が来ました。もしもし、はい、終わった？うん、切ったんご。普通になんかいつもの配信するみたいな画面のところから、そしたらなんか配信管理みたいなとこがあるんよ。うん、配信のボタンまだ押さん。うん、でもなんかその画面になんか四角いさ、いっぱい何個かあるじゃん、あれの中の配信管理みたいなある。あ、そうそうそう、それをオンにするやつ、オンにまずするんよ。そしたら普通に配信を多分開始してもらって、もうそしたら配信されちゃうか。でコラボみたいな、なんか通常配信じゃなくてコラボ配信みたいなのにして、うん、うん、配信のボタンいつも通りに押して、そしたらなんか配信管理、あ、配信管理じゃない、コラボ配信みたいなのがあるけん。え、ない、アップデートしとる、リサ。あ、あった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 、 OK。 そしたら、そしたら始まる。面白い、へーって言ってる。うん、で多分私に受信のリクエストを送ってほしいんだけど、ちょっと待って、なんかさ、なんだっけな、ちょいさ、スピーカーにするな。はい、はい、今スピーカーにしたよ。はい、はい。そしたら、コラボアイコンをタップしてもらって、普通にも今リサのとこ配信されとるやろ。え、されてない。え、されてないの？うん、コラボ配信して通常コラボみたいな。うん、もう多分ね、リサの配信を配信されるはず。通常ライブかっこコラボ。そう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 。あ、来た来た来た。来た来た。うん。で、うん、開始しますか。うん。オッケー。うん。あ、待って。来た？え、なんか来たんごなんだけど。来たんご？え、来たんごなってる。来たんごしたら、うん、なんか人間みたいなマークのところ。コラボみたいなとこ。あ、待って、いるんだけど。あんなのいた。そしたら多分アンになんか申請みたいな送るんよ、リクエストみたいな。あー、送るね。うん、そしたらアンがそれを承認したらできる。
多分アンに来ると思う。からアンナは待っとくわ。はい。で今認証承認。